人は支え合って生きていくものだしね、人間ってやっぱり人それぞれの考えがあって、人が孤独なんだよって言ってるのって、それがそう思うことが楽ちんになるからなんですね。リューチェルの幸せヒント。皆さんこんにちは、リューチェルです。今日もですね、ジェリー読者の皆さんのお悩みにお答えさせていただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。本日もお悩みお願いします。はい、19歳の専門学生の方からのお悩みを、はい、朝食を紹介します。はい、学校もバイトも全てがうまくいかず悩んでいます。よくご飯に行ったりお泊まりをする学校の友達がいるのですが、最近急にはぐられるようになってしまいました。私抜きで遊ぶ計画を大声で話していて、すごく悲しい気持ちになります。バイトも特にやりがいを見出せず、何のために働いているんだろうと虚しくなってしまいます。うまく言えないけれど毎日がすごく辛いです。どうすれば落ち込んだ感情から抜け出すことができますでしょうか。ありがとうございます。そういう時期ってあるよね。なんか人ってどうせ孤独なんですよ。若い子にこんなこと言って大丈夫ですか？ごめんなさい。人って本当に結局どうせ孤独、一人なんですよ。一人で一生懸命生きていかないといけない。でももちろん人は支え合って生きていくものだしね、こういう風にね、よくあるじゃん、人って一人では生きていけない、支え合って生きていく、それももちろんあるんだけど、でもどうせ人は孤独だって割り切って生きるっていうことも僕は大切だと思うのね。もちろんやっぱり自分は超友達だと思ってたのに急にはぶられてさ、だけどそういうことってやっぱりあるし、でもその理由ってわからないからモヤモヤするし、言ってくれたらわかるのにとかそういう気持ちにもあるけど、でも別にその子にとってまた正解は違くて、言うのが正解じゃなくて言わないのが正解っていう風に選んだから何も言わずにはぶられてるだけかもしれないし、その生き方とかやり方も人それぞれなのね。普通言うよね、なんで何も言わないでハブるの、傷つくじゃんって思うけど、何かこの子に言えない理由があったりとか、何かこの子に言ったら傷つけるとか、その子なりの考えがあってそういう風にしかできなかったかもしれないし、本当に人それぞれそういうやり方は違うんですね。それを理解したら、あ、人間ってやっぱり人それぞれの考えがあって全部一緒だっていう人はこれから好きな人ができてもいない、人は多分孤独なんだって割り切っちゃった方が楽になるのよ。人生って辛いものなのって僕が言いたいんじゃなくて、人が孤独なんだよって言ってるのって、それがそう思うことが楽ちんになるからなんですね。だから、ああそりゃ省くよね、だって別にみんな人それぞれだし、なんか嫌なところあったんだな、はい次次って割り切ってるからこそ考えれたりするんですよ。だし自分に自信があれば、結局ああまあ別に合わなかったな、私でも別に他にこれから一生友達できないわけじゃないしってすぐ切り替えられる。それは自分にも自信あるんだけど、どこかでやっぱり人ってそれぞれだし、まあ人それぞれ孤独だしとか、そういう風にちょっと割り切って考えてるからこその考えなのかなって思うのね。で最後、そのバイトでもね、いろいろあるんだけど、何がっていう理由がないけど、なんとなく病む、なんとなく辛いっていうのはもうみんな経験してる。これは実はインスタでよく見る、めちゃくちゃキラキラしてる、なんか金持ちそうな女とか、全員めちゃくちゃ幸せそうにしてる人が絶対に実は感じてることなの。でも SNS でそんなの感じられないのは、そんなところ見せるわけないじゃん人に。キラキラしてるところしか見せないように SNS とかできてるから、そこをいっぱいさ吸収しちゃって自分はって勝手に落ち込んでるけど、正直キラキラしてるところしかみんな見せてませんよ。僕でもそうです。じゃあストーリーに鼻くそほじってるところ見せるか、ストーリーにうんこしてるところ見せるか、ストーリーに悩んでるところ見せるか、ストーリーに人の文句言ってるところ見せるか、見せないもん。そんなの絶対見せない。キラキラしてるところしか見せないし、メイク動画とか撮っててもハグソが詰まってたら絶対にそれはもう載せません。でもみんなハグソ詰まってます。そういう風にしてみんないろいろあります。なのにやっぱりポジティブに生きてるところしか見せてないんですよね。そういう風に割り切るっていうことは、これから生きていく術として大切なんじゃないかなって思います。辛い時どうしてますか、乗り越え方っていうか。私ですね、私やっぱ外に出て自分の好きな場所があるんですけど、橋の上からちょっと水の音を聞いて、めちゃくちゃいいじゃないですか。だからちょっと
なんかそういう風にして外に出るっていうのは素晴らしいと思います。人それぞれ、僕はねまた僕のやり方もあるから、別に僕の言っても何も参考にならないと思うんだけど、みんなのなんかやり方、ポジティブにね持っていき方、外に出るでも何でも、運動するでも何でもいいと思うので、そういうのを確かにね身につけるのもおすすめだと思います。ということで今日もありがとうございました。またねー。